高校衛生、高校ケアは、高校の疾病予防、健康保持、増進、リハビリテーションにより、クオリティオブライフの向上を目指した科学であり、技術であり、心である。最も一般的な歯科疾患は、虫歯、歯肉炎、歯周炎である。一般的なガイドラインでは、朝食後と就寝前の1日2回の歯磨きが推奨されているが、 理想としては毎食後の高校清掃である。さらに歯間清掃は歯磨きと同じぐらい重要である。それは歯ブラシは歯間に届かないために歯磨きだけでは歯の表面の50%しか歯垢を除去しないからである。歯間清掃ツールには様々なものが存在し個人の好みで選択されている。高校ケアを行う意義はなどがある。義式による デンタルフロス清掃口腔ケアの内容としてなどが挙げられている。デンタルフロス歯の面積の40%は歯間であるため歯ブラシだけではすべての歯垢を取り除くことはできない。これらの面のケアに有用な技法の一つにデンタルフロスがある。デンタルフロスを使った適切な技法によって歯間や歯茎の下にある歯垢や食物の残余物を取り除くことができる。 米国歯科医師会は歯垢の80%以上はこの方法で除去可能だと報告している。ADA は毎日の高校ケアの一環として歯間掃除を行うことを推奨している。歯間ブラシ歯間ブラシには様々なサイズがあり色分けされている。歯垢除去のために先細が歯間スペースに侵入可能なように設計されたゴー,ーワイヤーと 持ち手となるハンドルで構成される。研究によれば歯間ブラシは、歯垢を除去することで、歯茎の炎症を軽減する目的では、デンタルフロスと同等、またはそれ以上の効果がある。デンタルフロスと同様に使用されることが多い。歯列矯正中の人に特に推奨される筋肉や、骨を助ける食品は、歯や歯茎も助ける。例えばビタミン C の不足は、 深刻な歯周病の一つである解決病を招く。バランスの取れた食事をとり、砂糖の摂取を制限することで、虫歯や歯周病を防ぐことができる。世界歯科医連盟は、生野菜、プレーンヨーグルト、チーズ、果物などの食品を推奨しており、米国歯科医師会もそれらが、歯科的に有益であると述べている。砂糖は、一般的に虫歯に関連する。他の炭水化物、 特に調理済みのデンプンも歯に損傷を与える可能性を持っているがしかしデンプンは最初に唾液アミラーゼによってフルコースに変換される必要があるためポテンシャルは低いトフィーなどの粘着性の高い食品に含まれる砂糖は特定の形態のチョコレートや果物といった粘着性の低い食品に含まれる糖よりも歯に大きな損傷を与えうるチューインガムは 高校洗浄に役立ち、歯間や歯の周囲について粒子による、洗浄、除去の支援となるが、状態の悪い歯の場合、緩んだ詰め物を損傷したり除去することもある。歯科用チューインガムは、歯の健康を改善すると言われている。砂糖を含まないチューインガムは、唾液生産を刺激し、歯の表面をきれいにするのに役立つ。氷などの固形物を噛むと歯が欠け、さらに歯が折れる。 可能性がある。氷の咀嚼は貧血の症状と関連する。貧血の人は栄養価のない食べ物を食べたいと思う傾向がある。ワインやビールなどの濃い色の飲み物を飲むと歯が汚れ変色することがある。高濃度のアルコールを飲むと硬渇につながる。可能性があり、思考や細菌から歯を保護する唾液が枯渇してしまう。ありがとうございます。